待望の新曲がカレー飯コラボだったりとか。こんにちは。あ、こんにちは。ちょっと待って、あれ見えてない？見えてないです。はい。あ、見えました。オッケー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 。ちょっと待って、遠いかな。スカイプ、めっちゃ久しぶりです。あ、そうなんだ。スマホとか持つ前だった気がします。めっちゃ前じゃないですか。というわけで、鈴木らなさん、2回目ですね。ありがとうございます。はい、テーマというか語るやつを発表してもらってもよろしいですか？あ、はい。すげー緊張してる。今日はジャコ先生にヒプノシスマイクについておしゃべりしたいなと思って参りました。わーい。いや、なんかね、近年この規模がでかくなってってすごい気になってたんですけど、もうね、なんかどこから入っていいかわかんなくて手がつけられなかったんです。はい。もともと好きだったんですよ、結構前から。ヒプノシスマイクってもう言うて4年くらい経ってるんですけど、はいはい、私が結構ハマったっていうか、うん、そっからはもう1年半くらい。あ、そうなんだ。沼った時期と、うん、初めて聞いた時期ってまたちょっと違くて、ほう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 、本当に出てきたばっかりの時に初めて一回聞いてるんですよ。はいはいはい。一回っていうか、一番初めに初めて聞いた時の話をちょっとしようかな。そうそうそう。うんうん、どこで出会ったんだろう。音楽ともそんなに一個のアーティストをこうずっと聞いてるようなことってあんまり普段ないんですけど、はいはいはい。なんか結構作業中にこう BGM で YouTube でかけ流しするようなことはあって、それが4年前くらいなのか。その頃は、うん、深夜にこう夜通しでこう絵描くみたいな機会多くて、はいはいはい。そうすると、ぶち上がる BGM 結構爆音で、そういうことね。そう、作業するって。はいはいはい。で、当時聞いてたのが、うん、電波組と、おー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 、女王蜂と、おお、またいいですね。あとなんか、その時に流行ってた曲とか、YouTube で自動で飞ぶ感じで、はいはいはい、ずっと聞いてたんですよ。うんうん。で、その頃に、フリースタイルダンジョンとかも見始めて、あ、じゃあ結構ラップ好きだったんですね。そうなんです、そうなんです。っていうか、もともとそんなにこう、全然知らなかったんですけど、うんうんうん、YouTube で流れてきたクリーピーナッツがめっちゃかっこよくて、はい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 。まあ、ちょっとしたくらいの時に、うん、ヒプノシスマイクのプロジェクトが始まって、おー、はいはい。なんだろうな、なんか女性向けコンテンツ今まで通ってきてないので、はいはい、すごい若干遠巻きに見てたんですよ。ただクオリティっていうか、なんか曲はめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。うん、そうですね。これでなんかどの層に向けて発信してるんだろうみたいな面白さがはいはいはい。キャラクターにハマったりはしないかもしれないけど、うん、ちょっと面白いプロジェクトが始まったなって思ってて、うん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 、そっから時間は空いたんですけど、はい、やっとゲームが始まって、あ、ゲームがこの前 1.5 周年だったから、うん、1年半。え、ちょっと待って、待って、はい、ヒップマイってその曲もあって、そっか、ゲームもあんのか。はい、やばいっすね。ゲームです。曲がメインのリズムゲー。ああ、そうかそうか。私ほとんど曲しか今回漁ってないから。そっか、ゲームもあんだね。はい、はいはいはい、はい、実際は根本となるっていうか、うんうんうん、メインのストーリーっていうのが、その CD に入ってる、はい、そのドラマトラック、そうですね、曲とそれに、まあ、ドラマトラックがついててストーリーもあるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、ただそこからゲームとか、あとコミカライズとかいろいろ派生して。ああ、そういうことね。なるほどなるほど。なんか派生が多いので、うん、そう、やっぱり全部追っかけるのは大変だなって思ってて。ですよね。ファンでも全部追っかけてる、なんか難しいですけど、全部追っかけるのは難しいなって思ってます。ああ。いや、私今回曲とアニメは全部見たんですけど、そうかそうか、結構あるんだね。あ、それでそれで、はい、で、ドハマりしたきっかけ的なのが、うん、初めて起動させてみて、うん、やったらなんか、はい、衝撃っていうか、なんか他のリズムゲーム、その、なんかいろいろやってたわけじゃないので、全然わかんないんですけど、はい、うんうんうん、なんか、前にやってたのが、うん、スクフェス？おー、はいはいはい、はい。ラブライブのやつ。うん、スクフェスの時は少なくともこう、はい、自分は存在しないんですよ。なるほど。キャラクターがこう会話してるところをこう、うん、覗いてるみたいな感じ、アニメ見てる感じになってて、なるほどね、なんかヒプマイはね、自分がいるんですよね。えー、っと
でキャラクターが自分の名前呼んでくれるんですけど、うんうん、え、なにね、キャラクターの立ち位置はどういう、あの、自分もラッパーなの？自分は、その、見習い DJ として、ああ、なるほど、なるほど。なんか、ビジュアルは出てなくて、はいはいはい。どうやら子供らしいんですよ。めちゃめちゃ幼い。なるほどね。多分男性なんですよ。はあ、男性主人公がいて、男の子。ほうなんか、そのキャラクターがめっちゃこう、自分に話しかけてくるっていうか、なんか、やりとりがあって、へぇー。だから、衝撃だったっていうか、うわって思ったんですけど、正直。おうん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 。その、ストーリーのキャラにちゃんと絡めるんですね、自分として。そうですね。誕生日になるとアプリでこう急になんか誕生日おめでとうみたいな、はいはい言ってくれますよね。あの自分の誕生日になった瞬間にこう、うん、誕生日ボイスがへーキャラクターに祝われて、いやーいいなー、それ結構あれですね、もうその制作とかの合間にあのちょこちょこやって だいぶのめり込んでった感じなんですか？だいぶ支配されてます支配だから、あれなの、ゲームにハマったのが結構でかいんです、ラナさん的には。ゲームにハマったのがでかいですね。うんうん、なんかそっから多分 CD とか買い漁ったんじゃないかな。結構濃いっていうか、100枚だけでも振り返れますね。だから、コザンの人はもっとなんか思うだろうなって、初めの頃から。そうだろうな。本当にいろんなことやってて、うん、で多分あのファンの中にもこうメインで見てるところ違うっていうか、うん、ジャンルがこう、うん、分布してると思うんですけど、そうですね、きっとまずすごいキャラクターが好きな人と、うんうん、中の人っていうか、ああ声優さんがね、声優さんが好きな人と、うん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 、まあでもなんか見ているうちにだんだん全部好きになってくるんですけど確かに確かに、はい、楽曲提供もすごいなんかどんどん豪華になってきてて、てか初期から結構ぶちかましてたんですけど、うん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 、その辺のなんかこうどこにオファーするかみたいなののね、キャスティングもすごいですよね。そうなんですよ、なんだろうな、なんかただキャラクターを輝かせたいというよりこうちゃんとヒップホップの、うんうん、ラップのシーンでこう盛り上がりたい感じがすごいあって、それがいいなって思ってて、やっぱり曲がかっこいいっていうのは一番あって、はい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 、今回ね、この字を決めてもらうだけでも相当迷ってたので。相当迷いましたね。これなんでこれに落ち着いたんですか、最終的に。中央区がかっこいいっていうのと。あ、でも浜推しなんですよね。浜推しですね。はいはいはい。ただなんか、みんな好きなんだよな。やばい、ちょっと面白い。キャラクターは、はい、なんかネムちゃん好きなんですよ。うんうんうん、琴ノ葉と、はいはい、3人ともめっちゃ好きなんですけど、はい、中の人も含めて。はいはい。特にだったらネムちゃんなんだ。ネムちゃん好きですね。全体的に、ヒップマイキャラクターって怖い人多いんですけど、そうですね、うん。怖いとかかっこいい男性が多い中で、急に妹属性の女の子出てくるんですよ。確かに。横浜の、さまとき様の、うんうん、妹なんですけど、ね、はい、お兄ちゃんっていう感じの、そのなんか絵に描いたような妹キャラなんですよ。で、あんまりプロフィールが分かんない状態で、一応こう、さまときには妹がいるみたいな感じで初め出てきてて、うんうんうん、ある時に、はい、公式のプロフィールが突然差し替わるんですよ。うん、え、何それ？なんか初めこう、可愛い私服の姿で描かれてたんですけど、なんかストッピーが進むにつれて、中央区の党員であることが判明して、それってちょっとずつ変わってったんだ。そうなんです。すごい。だから途中からこうなんか行方不明になってたんですよね。そうなの。もともとそれでこう敵サイドで出てきて、うんうんうん、で突進のその中央区のこう格好をして出てくるんですよ。はいはいはい。で、キャラもだいぶ変わった感じで出てきて。うん。そっから、なんかそれが判明したくらいの時期に、うん、その、ホームページの公式のプロフィールが差し替って、うん、違うバージョンで出てきて、すげえ！おーってなるっていう、へぇがあったんですけど、おー、そういうのもあった。おー。いや、ちょっとそれは結構熱いな。そのストーリーが全体的に、うん、なんていうのかな、少年漫画っぽいっていうか、はい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 、なんなら日朝っぽいんですよ。なんかトンチキなストーリーが多いとか言われてるんですけど、うんうんうん、でもなんか少年漫画みたいな気持ちで見ると、うん、結構熱い展開とかあって、なんかその対立構造がちゃんとはっきりしたあたりからがなんかそんな感じはすごいしますね。そうそう、キャラ同士が仲悪いってめっちゃ好きなんですよね。だって、どこも仲
わるじゃないですか、4チーム最初に。ここね、かろうじて、あ、ここはちゃんと電話するんだ。謎の、あ、ここは仲悪く別にないんだ、みたいな関係性あったりとかも面白い。あー、そう、面白いな、面白いな。なんか結構曲が好きっておっしゃってましたけど、なんか一番好きな曲は何なんですか？はい、好きな曲か、難しいけど、あ、発表の時に一番ぶち上がったのはあれです、あのスチャダラパーのサミットオブディビジョン。なんかスチャダラパーめっちゃ好きなんですよ。え、ここ来るんだ、超大御所なんですけど。いや、だから本当キャスティングやばくないですか？やばいです、本当に。で、これに、はい、あのレオル提供の曲入ってるんですよ。はいはいはい、ガイドブックって言って、あの、うん、本もついてくるやつなんですけど。本もついてくるの？そうです。ほう、え、それどういうやつ？本に限定版として CD がついてくるのかな、うん、なんかどっちがメインなのか分かんないですけど。はあ、なるほどなるほど。え、なんかもうやばいっすね。そのえ、ちょ、ラナさんどこまで手出してるんですか、そのなんか公式が供給してくれるものに対して。コミカライズまだ未収なんですよ。あ、未収なんだ。はいはい、未収なんですよ。うん、で、まあ、おしゃれの CD は買ってて、で、割と最近は、ライブは見てるし、ちょうどこうコロナ禍だったので、はいはいはい、やっぱオンラインでしか見れてないんですけど、うん、やっぱ生のライブ見たいなってずっと思ってます。で、ステっていうあの、ステージもあるんですけど、それはあの、キャストがまた別の 2.5 次元のやつで。あ、なるほど。そっか、それもあるのか。すごい。はい。おお。この前初めて配信のやつを見て、まあ、これもいいなってなりました。え、それやるの？その役者さんがラップを。あ、そうです。すごいね、それ。まあ、超多彩。あ、踊るし歌うし、しかもその歌がやっぱラップじゃないですか。はい、ムジーって感じ。いや、超ムズいでしょ。で、それもこう原作とも違う新曲なんですよ。は？マジで？ステ用の曲なんですよ。どやば。だから本当に全部追いかけるとヤバヤバなんですけど。へー。ただあの、さっきなんかどっから手つけていいかわかんないっていう話だと思うんですけど、おすすめは、うん、あの、Apple Music に加入して、おだ、そうすると CD は全部聴けます。あ、なるほどね、なるほどね。限定版を除く CD たちは聴ける。通常リリースされているようなやつは全部聴けると。そうですね。なるほどね、なるほどね。ただそれだと中央区の曲聴けないんですよ。あー、そうかそうか。限定版だけだから。だから、そうですね。まあ YouTube で1番までは聴けるんですけど。うん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 、まずは YouTube。うんうんうん、で、もうちょっと、なんかドラマトラックも最後まで聴きたいなってなってきたら、Apple Music 加入すれば全部聴ける。あとは、あ、その声優さんが好きだったら、アベマ TV。アベマか。アベマの、あと、プレミアムに入れば、その、っていうのをその声優さんがおしゃべりしてるやつとかもいろいろ聞けるように見れるようになります、新しく。へぇー。レンズで。なるほど。え、ラナさん的にはラップもそうなんだけど声優さんも追っかけてたりするんです？好きで聞けたりするんです？声優さん好きですね。そうなんだ、そうなんだ。ハマだったら？ハマだったってことで誰推しなんですっけ？キャラクターはあの、ブス島メイソンリオさんが好き。リオさんが好きなんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ。で、あの、神尾さんがそのヒップマイきっかけで結構いろいろ、まあそれだけがきっかけではないんでしょうけど、いろいろ出てきてて、NHK でも最近どんどん出てきて、そうなんだ。で、日本語で遊ぼうで、あの、顔出しっていうかもう、あの、自分がキャラクターとして出てきてて、マジックを披露してるんですよ。マジか。あの、最高です。バトル曲もかっこいいんですよ。現実っていうか、あの、MC バトルみたいな感じなんですけど、はいはい、あの、ライブバージョンと音源バージョンでもまた違くて。え、そうなんだ。ライブだとその場で歌うじゃないですか。そうですね、そうですね。だから、一番初めは CD の音源がまず発表されて、これで当日バトル曲やるから予習しといてね、みたいな多分順番だったんですよ。はいはい。けど、あの、ちょっとこの前のセカンド DRB、第2回のバトルの時は、その、事前に音源が発表されずに、そのライブで当日に初めて聞く。おー！バッチ？はい。ほら、実際声優さんたちが歌ってる、バトルしてるのがこう、初めて、聞くし、初めて聴く曲で、しかもあのバトルだからもう激アツで、ステージで盛り上がってるから、その
なんていうのかな、臨場感がすごく、かっけーって。え、それってさ、ちょっと待って、ライブのさ、形式っていうか、え、待って待って、声優さんをカメラが撮ってて、声優さんが歌うっていうこと？そうです、もうキャラクターは出てこないですね。まあ、声優さんがキャラクターとして出てきて歌を歌って。なるほどね、なるほどね。キャラクターとしての、はい、その、お芝居とかそういうのはなくて、その歌ってる時にキャラクターに憑依してるような感じだと思うんですけど。ああ、それすごいね。で、なんかちょっと違うと思うんですけど、例えると、なんかよくアニメ作品とかの、なんか、朗読劇とか声劇とかあるじゃないですか。あ、はいはい、あれやってると、これ不思議なもんで、本当になんかそんなコスプレなんか全くしてないのに見えてきますよね。そうですね、多分そういう感じでライブも見えてるんですよね、きっと。そうですね、だからよりキャラクターっぽさを求めるとしたらステージの方。ああ、そっかそっかそっか、そうですよね。キャラクターとに扮してやって、立ち振る舞いもそれっぽく全部研究してやってるので、うん、なんだろうな、その一つのキャラクターとか世界観を、その色、うん、コンテンツでこう少しずつ補完していくっていうか、どっから見ても面白いっていうか、なんかそういうのがいいなって思ってます。コラボも面白いし。コラボ？グッズとかも、グッズとかコラボとかもすごい面白いのがいっぱいあって、最近だとなんだろうな、まあ、チョコレート、ダース。ダースにパッケージデザインのダース売ってて、その柄によってこうついてる QR コード違くて、その、買うと動画見れるみたいな。へぇー。やっぱ。すごいね。あと参加したかった面白いっていうのが、なんかこう、大前のやつなんですけど、タニタの体重計なんか歩数計か。歩数計企画でどれだけ歩いたかみたいな各ディビジョンで。面白い。自分たちが一番歩ったチームが優勝みたいなやったみたいです。かわいい。超楽しそうと思って。だからそういうちょっと変な企画いっぱいやってるんですよ。お茶、多いお茶とコラボで千里募集したりとか。あー、そういうことね。ちょっとラップっていうか、リリック作るのと似てるからみたいな。面白いね。よく考えるな。待望の新曲がカレー飯コラボだったりとか。なんかね、どこで聞く前に出会ってもおもろいですね。おもろい。なかなか。ちょっとギャグ寄り。あ、そう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 。ギャグ寄りの面白さ。いやー、面白い面白い。そうね、そうね。なんていうの、はい、アニメも見ちゃったから私余計になんですけど、まあ、MV もそうなんですけど、なんか、要はボカロの MV ぐらい、ものすごいこう、歌詞が出るじゃないですか。そうですね。そう、なんか、やっぱリリックを見せていく感じ、なって思ってます。そう。そもそもこう、ラップって聞き取りづらいじゃないですか。ああ、そうですね。ただ、思ったのは、声優さんが歌うとめちゃめちゃ聞き取りやすい。わかる、わかる。だからそこを合致させたのが、こう、プロジェクトとしてめちゃくちゃすごい功績的だと思ってて。そうですね。まあ、なんていうのかな、その、ラップ、本来の、その、ラップの持ってる、もう、フローっていうか、聞き取りづらいっていうか、音楽溶け込む感じの魅力は絶対、それは、欠かせないんですけど、ただなんか導入として何歌ってるかとかメッセージ性を伝えるのに、その声優さんが歌ったら、そう、滑舌もめちゃめちゃいいし、何歌ってるか分かりやすいし、テレビとかで出てくるラップのミュージックとしてはすごいいいのかなって思ってて。なんかそのラップで聞き取りづらいっていう、ちょっとしたデメリットを、なんか、いい感じにね、全部。こういうのもいいよね、みたいな感じで、その声優さんが歌う、その一つの、そうですね。ジャンルとして面白いなって思って、それを考えたっていうか、くっつけた人は天才だなと思って。そう、その掛け算を思いついたのがすごいですよね。そうそうそう。でもなんか、あとね、こう、暴力じゃなくて、言葉が武器になるっていう設定じゃないですか。あれがすごい、なんか、ちょっと世の中的にも良かったの、なんか、こう、合致したのかなと思って、もっと言葉に重きを置いたコンテンツだったから余計、そうですね、受け入れられたのかなっていう感じもするけど、アニメだと爆発したりしてますけどね。してるわ、初っ端からしてるわ。アニメで私あれ笑っちゃったんですけど、銀行強盗みたいな回があったり、それで犯人がラップしたのめっちゃ面白くて。あれ面白いですよね。この人マイク持ってるけどまさか歌わないよねと思ったら歌ったから。歌った
ません。めっちゃこうマイクいっぱい持ってダイナマイトみたいに刺すのもあれハウリングやばいんじゃないですか。確かになんかね、いちいち突っ込んでたら負けなんですけど、そうそう、でもなんか親って思うところもあって、それはこれでいや面白いなって思って見てました。そう、なんか本人たちマジだからさ、あ、これ突っ込んじゃいけないんだなみたいな。それがなんか日朝感だと思って。今回テーマ決まった時からあのラナさんちょっと言ってましたけど、その、はい、キャラがさ読めなさすぎてさ、はい、漢字がね、あ、文字か文字か、あ、名前ですね、名前やばくないですか、あれ、これやばい、みんなそんなこと思ってないの、ファンの人は。難しくもなんともないの。いや難しいですよ。あの書けないですよ全員。あ、書けない。書けない。え、なんか、あの、なんか慣れると読めるんですよ。あ、うんうんうん、っていうか、そうね、読めるのはギリいけるのかな、書くのは無理か。ネーミングセンスもいいなって思って、うん、なんかトンチキな名前好きなんですよ。あの西尾維新作品とかもそうなんです。あー、西尾維新好きなんだ。めっちゃ好きなんですよ、ああいう、あ、ちょっと変わったやつね。うん、確かに確かに。誰が読めなかったかな、いちじくさん。でも本当に名字読めなかったっ、ね、文字数めちゃめちゃ多い。そうそうそう、7文字いちじくやばいでしょ、もうめちゃめちゃかっこいい。そう、すげえ、あの、いちじくお姉さんはすごい好きですね。あ、でも私乙女派かもしれない。ああ、あの、乙女てか、あれ、ダメですね、ちょっと声優小林優でもやられちゃいますね。小林優来たって思いましたね。会いすぎやろっていう、もう、なんか、もういろいろ土地狂ってるじゃないですか、あの人。そう、あの、小林優さんの絵いいですよね。本当に。あと一個こう、これは言っておかないとなっていうコンテンツ、おラジオ。え、ラジオもやってんの。ヒップラジ、ヒップラジ、今はヒップ並みか。あ、これはちょっとあの布教しておきたい。お、教えてください。Spotify で聞けるんですけど、お、あのキャラクターがお便りに答えてくれるんですよ。ほう、キャラクターがね。キャラクターが、え、すごい。だから、あの、声優さんが出てきて喋るようなコンテンツもあるんですけど、ヒップ並みに関しては、うん、あのキャラクターがゲストで、あのサッシャさんがこう繋げて、じゃあ誰々が来てますって言って、事前に集めた本当のお悩み相談とかに答えてくれるんですよ、うん、へえ、めちゃくちゃすごくないですか、キャラクターと交流できるって。すごいすごいすごい、その本当に、あ、いるみたいな。あ、なるほど、うん、一人一人答えるだけじゃなくって、うん、グループで出てきて3人がゲスト回もあって、それがこう一つのお悩み相談に対して、うん、あのやいのやいの答えて、プライベートでこんな感じで喋ってるのかなみたいな感じがすごい、うん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 、キャラクターがすごい生物になる瞬間っていうか、すげえコンテンツだーって思って。すごいね。それはだからもうこのヒップマイがその声優さんと掛け算してるからこそ使える武器ですよね。そうですね。うん。それはすごい。めっちゃすげーって思って。え、それはラナさん応募してないんですか。いや、できなかったですね。ほんと？何聞きたいだろう。なんかそう考えてる時点からもうめっちゃワクワクしますね、好きなキャラに。そうです。へえ。だからこの参加型コンテンツっていうのもすごい、うん、いい、素敵、企画が、あ、いやー、なんかいろんなの思いつきますね、本当に。よし、ほんじゃあもうあとおさらいだけです。はいはい、琴の葉と音お書きください。これで選挙で書ける。入れるか分かんないですけど。なんかあんまりないんですよ、うん、語れる人が。そうなんですか、こんなにあれなのに、界隈でかいのに。そう、そうなんですよ。とか鈴木ラナのアカウントではあれですもんね、分けてますもんね。まあそうですね、うん、そうかそうか。私は絵画描いてますけど、うん、もともとこう小さい頃というかお絵描き好きだった時は、うん、漫画とか、うん、あのキャラクターが好きで、うん、漫画描いたりしてたので、キャラクターに興味を持ってきたことによって、うん、なんかまた人体の勉強とか始めてみようかなって思ったりしてます。へー、いいじゃないですか。お、うわかっこいい、なにこれ、やば。え、もうポスターに使いましょうよ、琴の葉刀の。マジっすか、選挙ポスターに使おう。手がめっちゃ震えました。いやいや、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
全然知識のほぼない状態で臨みましたので、ちょっとラナさん的にはあんまり物足りなかったかもしれないですけど、いや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 、もうすごい楽しかったです。よかった今日もこれだけ喋るってこう絞ってくればよかったかなって思うんですけど、うんうん、ただなんかまずどこから入ればいいかの話とか、うん、さらっといろんなお話ができたのでめっちゃ楽しかったです。そうですね、なんかちょっと結構派生したりしてねということで今日は鈴木ラナさんとヒップマイねについてめっちゃ喋りました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。はーい、バイバーイ。